皆さんこんにちは。ニケです。サビです。先日ボンバーイが放送ありまして、アンジュルムが出演してました。私たちはその公開収録に行ってきたんですけど、その時に放送されなかった未公開シーンとかの話もできたらいいなと思います。まあざっくり言うと、思ったよりも公開収録で見た内容をほぼほぼ丸々使われたんじゃないかなっていう感じでしたね、うん、一つの会話とかに対してのちょっと前振りだったりとか、ちょっと長く話しちゃったみたいなところをカットしてたぐらいで、そのコーナーで一つ一つやったみたいなことはちゃんとやってましたね。だからかなりサクサクとした感じに進んでいってるような番組になってて、なんかさすがの編集プロって感じがしたな、うん、マジでやばかった。番組の中でもその収録した部分っていうのが結構短かったじゃん。だからこんなにも簡単にまとめれるんだと思ってそれにすごいびっくりした。ちゃんとメンバーの色とかにもテロップがなってたりとかしてたんでね、そういうのもすごいと思いましたね。編集者目線大きい話でちょっとこれ放送されてなかったなっていう部分をちょっと話していきたいかなって思います。のレッドライン判定のコーナーで神子に対するエピソードを、これも結構長く話してたんですけど、まあ、番組ではメンバーに忘れ物ないって確認するくせに自分がすごい忘れてたりしてるっていうのが放送されてて、まあ、そのつながりで忘れ物もだし落とし物も多いみたいなことを言ってて、ちょっと前にシオンヌとクリパしようって言って神子の家に一緒に向かったらしいんですけど、家の鍵をタクシーに落としてたみたいで家に入れなくて、あのピザとか買ってたからそれを冷めちゃうからって公園で食べたっていう話をしてました。言ってた ね、そうですね、うん、で鍵はタクシーの運転手さんが拾ってくれてたから、まあ、無事家には帰れたらしいんですけど、そんなことあるんだと思ってそれはもう完全未公開やんな、うん、話になるよね。で同じく神子のエピソードでちょっと何つながりか忘れたんですけど、沖縄にツアーで行った時にシーサーが至る所に沖縄だからいると思うんですけど、シーサーを見つけるたびに隣に行って真似をしてメンバーに写真撮ってってお願いしてたらしくてそれをメンバーが話してくれてましたね。それもあれかな、まあレッドライン判定の流れの中で、うん、天然エピみたいな感じかな。あ、そうやなちょっと変わってる、抜けてるとこあるよみたいな。めちゃめちゃ神子が集中攻撃食らってたなっていう印象がありましたね。リーダーなのにっていう。そうそうそう。でもなんかめっちゃ想像できるなって思って、可愛いって思いました。それであとはリカ子がみんなに私の話を聞いていないっていうのを言ってたんですけど、なんかまたカミちゃんがまたカミちゃんの話で。カミちゃんは本当に何回呼んでも反応してくれないらしくて、3、4回目ぐらいにやっと反応してくれるみたいなことも言ってて、で結局みんなにリカ子が声小さいからじゃねっていうオチになってましたね、うん、そこの話の部分をざっくりカットされてて、ナリンちゃんがリカ子さんは声が小さいからでしょみたいな感じになってて、うん、若干なんか先輩に対するトゲみたいなちょっとニュアンス変わっちゃってたと編集になってたのがちょっと面白かったけど、まあ、実際はちょっとなんかもうちょっとなんかいじられてるみたいなニュアンスだったよね、雰囲気、うん、それで放送で楽屋に入る時にガチャリって言ってたっていう、うん垂れ込みがあったと思うんですけど、なんかその前にもリカ子の独り言がめっちゃ多いみたいな話をしてて、
内容はちょっと細かいところ忘れちゃったんですけど、まあ、そっからの話のつながりっていう感じでしたね。独り言が普段から多すぎるせいで、みんなが、あ、また独り言だっていうことでスルーしてて、で、さらにその独り言も声が小さいからっていうので、みんな、まあ無視してたわけじゃないけど、うんうん、聞いてなかったみたいな雰囲気になっちゃったっていう。気にしてなかったみたいなね、感じだったよ。あとは、シオンヌがおにぎりを一口で食べるのを披露してたんですけど、その、前の流れっていうのが全部カットされててなんでそうなったのかっていうのが、なんかメンバーでハンバーガーを食べに行った時に誰が一口でたくさん食べれるかみたいなのをやった時に、シオンヌの顔がやばかったみたいな話からこうおにぎり一口で食べれるんですっていうのにつながってました。そこのエピソードはカットされてたんですけど、うん、その特技披露の前にこう左にハンバーガーの写真が載っててその写真1枚に集約されたんだと思ってそれは多分他の人にはあんま伝わってないんじゃないかなって思いました。なんかテロップには一口でおにぎりを食べれるやったかなみたいな感じでテロップが書いてるんだけど、写真はハンバーガーと塩の写真になっててそういう意味合いがあったんだよっていう感じですね。もぐもぐしてるのもめっちゃカットされてて口に含んでる時間っていうのがまあまあ長かったんでどうするどうするみたいな、うん、もうちょっと食べ終わるまで待つみたいな感じで、はいみたいなのは言えないままうんうんって口に含みながらアピールしてたのとかもあったのが全部カットされて、いきなりレッドライン判定が食らってましたねその会場ではもうみんながおにぎりもぐもぐしてるのを見守るっていう、うん、でメンバーの特技披露っていう話があって、最初にリンちゃんが愛知の水道水がめっちゃ美味しいみたいな話をしてたんですけど、その時にアナウンサーの人が今回は特別にその水を用意しましたみたいなっていう流れがあって、テレビの流れに入るんですけど、その後にまた若菜ちゃんがキュウリを千切りするっていう時も、うん、なんとキュウリを用意しましたみたいな話をしてる後に、マグロの解体ショーのファームがなんと今回はマグロを用意できませんでしたみたいな、そう流れがあったんだよねそういうそれがめっちゃおもろくて、うん、番組の予算では水道水キュウリのマグロのグレード用意できませんでしたっていうことを言ってて、なんかその辺も面白かったし、あと若菜ちゃんも千切りテレビではもうほんまにちょっとしかしてなかったんですけど、めちゃくちゃ切ってたねまだ行きますよみたいな、うん、しかもめっちゃ綺麗やったっていうのも、実際にはビジョンがあったとかがないんで、手元の映像っていうのがテレビでしか見れなかったんですけど、まあ、マジでめっちゃ綺麗やったから、普段からめっちゃ料理してんねやなって思いましたね。僕は最近ナリンちゃんをしちゃってナリンちゃんのその鼻をってこうやって吸ったら鼻閉じれるみたいなのは距離めっちゃ遠かったんで、位置的にしっかり見れなかったから、テレビであの可愛い姿を見れてよかったです。使われてよかったと思って、うん、特技は全員使われてたよね。うん、それは良かったなと思いました。そして観覧の時には実際見れなかったんですけど、キリュウインショウさんとのめめしくてのコラボがありました。公開収録の時にこういうのをやりましたっていうのがあって、うん、みんなが見たい見たいってなったんですけど、まあテレビの放送で楽しみにしててくださいねみたいなことだったんで、現地では見れなかったんで、ずっと楽しみにしてた場面でしたね。なんかアンジュのメンバーが一緒に歌いたいっていうのを言ってたみたいで、前にアンジュが遊びなのか企画なのか分かんないんですけど、カラオケで歌うチームと踊るチームに分かれてめめしくてをやったらめっちゃ楽しかったっていう思い出が
あったらしくて、それで一緒にやりたいって言ってコラボが決まったらしいです。キリエンショウさんめっちゃ疲れたみたいな、うん、その日は言ってて、で放送見てみたら、いやそりゃ疲れるわっていう動きをしてましたねステージ端から端までね移動してたりしてたんで、うん、そういう話とかは全部使われてなかったんでね、うん、そういう経緯があったっていう感じですね。あと愛理もね、うん、出てきてたんで VTR にちょっとアンジュの紹介みたいな感じで、そうそうそう、歌って踊れるみたいな軽く紹介と、あとはアンジュのメンバーからの質問に答えてる VTR があって、それは全く知らなかったんで、え、アイリーだみたいな感じでびっくりしました。あとはライブコーナーの話をちょっと感想をね話していきたいかなと思います。放送されたのは新曲のレッドラインと大器晩成、違うね46億年ラブだね新曲のレッドラインと46億年ラブが放送されてて、もう一曲は大器晩成を歌ってくれてました。なので3曲目の大器晩成は放送されずっていう感じでしたね、うん、でも放送で46億年ラブも聴けると思ってなかったから、でもそれは嬉しかったかも。普通ね新曲1曲だけっていうさ、そうそうそう、イメージがあるけど、うん、そこまで流してくれるんやっていう、若干こう客席側、自分たち側も映ってたりして、うん、映ってたよね映ってた私はちょっと後ろの方だったんで映ってなかったんですけど、楽しそうにペンライトを振ってました確認できました新曲のレッドラインの話で言うと、神子が帽子をかぶってると思うんですけど、現地で気づいたんですけど、帽子をこうクイッてこう直してるシーンがあったんですよ、うん、で、あ、帽子直してるって思ったんですね。その後ろを振り向いてる時に帽子をキュッてこう直すんですけど、なんか奇跡的にもそのシーンがテレビでも映ってて記憶は正しかったんだって思いました。でもまあその本当に一瞬なんで、ピッてこう一時停止シーンと気づかんぐらいのタイミングだったんで、帽子も大きいっていう話をどっかでしてたやんな、うん、リミスタかなんかでしてた気がする。神ちゃんの頭がちっちゃいだけだよね。そう顔がただ小さすぎてそれに合うサイズがこの世に存在しないって。あとやっぱり普通にその足音、ステージをコツコツコツっていう歩く足音だったりとか、ダンスの足音っていうのを生でなんか聞けて、より臨場感を感じた。やっぱめっちゃ距離近かったんですよ、うん、なかなかあそこまで聞こえることないもんね。びっくりするぐらい本当に近くて感動しました、まあ、一番最初に思ったのは、これからライブコーナーですって言って入ってきてから の、 そのレッドラインの始まった時の表情の切り替わり、こう空気がすごいパッて変わる感じがすごい体感できて、それがすごいかっこいいなって思いました。モードに入る感じがね、うん、こっちもゾワッてする感じがあって、うん、なんか リミスタとかでもさ言ってたやんか、どのシーンを見てほしいっていう話を誰が言ってたかあまり覚えてないんですけど、多分レナタンかもせんって感じなんですけど、最初のこのゾンビポーズっていうのが見どころっていうのを言ってたんで、やっぱあのシーンに入る瞬間のみんなの切り替わりはかっこよかったですね、うん、まあ、歌はみんな本当に安定してめちゃくちゃ上手いなって思って、レッドラインを生で聞くのが初めてだったので、当日はワクワク感がすごくて、聞けたっていうのがすごい嬉しかったです。注目の振り付けとして、これテレビで放送されてなかったかなと思うんですけど、このレッドラインのところを言ってました。そういえばカットされてました。メンバーの人らの目線っていうのも基本こうまっすぐこう前を見てくれてるっていう感じやったんで、ちょうどそう人と人の間を縫って見るから、うん、ちょうどそのラインに
メンバーが来た時にはもうちょうど自分を見て歌ってくれてるみたいな感覚になって、うん、めっちゃ嬉しかった。もうとにかくパフォーマンスかっこよくて、ソロが目立つ曲ってすごく特徴としてメンバーもよく話してくれてるかなと思うんですけど、それが本当にそうだなと思って、ソロもそうだし、やっぱ一人一人がすごい際立つような曲になってて、それがすごいいいなと思ったし、メンバー一人一人の良さがさらに際立って感じ取れて、めちゃくちゃいい曲だなって改めて思いました。しかもそのソロをメインにやろうって言ったのが本人たち発信らしくて、うん、実現するんだそのことみたいなねすごいよね。それがね、なんかどっかで話しててすげえなって思いましたね、うん、実際のテレビの映像だったらめっちゃ距離近くカメラで撮ってる風な感じになってて、なんか最初あれこれもしかしたらお客さんがいる時といない時で合わせて流してんかなって思ったんですけど、なんかパッと見そういう風じゃなかったんで、マジなんかカメラの技術、そこに人がいなくてもそんなアップで映ってるんだって違和感なくと思って、それがすげえと思いましたね。それは思ったな、こんな近くにカメラいたっけって放送を見て不思議に思いました。そして、まあ、テレビでも放送あった通り2曲目に46億年ラブを歌ってたんですけど、見に行ってた日はレッドラインはね、まあ、歌うって分かってたけど、まあ、その他になんか聞けるのかどうかも分かんないし、どれぐらい歌うんだろうみたいな、みんなドキドキって感じだったから、46億年ラブがこう流れた瞬間の盛り上がりはすごかったかなっていう記憶です。本当に僕は1曲だけしか歌わないと思ってたんで、やばっと思って、うん、これはすごいことやなってラッキーっていうのがありましたね。無料で見れてそんな曲歌ってくれるんだっていうのがね、うん、思いましたね。コールも放送で結構声が入ってたりとかして、ちゃんと記憶が楽しかったなって、うん、いうのが思い出されました。なんか一列でさ、ずっとこうパフォーマンスしてたよね。そんなにこう、うん、フォーメーションで動いてたりとかダンスしてるイメージはあんまなくて、みんなそれぞれ、まあ、カメラに向かってやってたりとか、ほぼほぼ一列だったかなっていう記憶、多分うん、あんまりそのメンバーが場所が変わったりとかってあんまなかったよね、うん、あんま動いてなかった気がする。神子が多分近かったかなっていうイメージかな、僕の方は。私誰見てたかな、本当になんか全員見たかったけど、そんな見える位置じゃなかったから隙間から見える人を見てたんだけど、うん、自分側にりんちゃんとかりかことかがいてずっと見てたかもっていう感じ。前の動画で話してるかもしれないんですけど、なんか実際生で見てりんちゃんのイメージっていうのがすごい変わったんですね、私的にうまく言えないけど、すごく魅力的で、ダンスとかパフォーマンスにおいてすごいかっこいいなって思った記憶と、りかこの顔が良すぎて、うん、とにかく美獣が良すぎてなんかずっと見ちゃってたかなっていう感じですね。そのりかこさんも卒業しちゃうということで泣いたせっかく新しく推しを見つけようっていう話をしてたのにね、たけちゃんが卒業してから、うん、その話もなんかの動画でねしてたと思うんですけど、推すと卒業するって、うん、この負の連鎖が続いてますやだ本当に。ちょっと順番前後しちゃうんですけど、もう1曲目のレッドラインが終わった後に整列して、ほんのちょっとだけ挨拶というかお話をしてくれてたんですけど、その整列の時も最初並んだ位置よりもこうみんなでちょっと前行こうみたいな感じで、うんうんうん、結構客席に近い位置で喋ってくれてて、それがすごい嬉しかったのと、私は一列でメンバーが並んだ時に一番端っこの人が自分の目の前ぐらいの位置だったんですけど、一番端っこがペイちゃんで、
フェイちゃんは結構客席に向かってこうわーってずっとしてくれてたから、うんうんうん、それがすごい可愛くて、私その日はフェイちゃんの色振ったんですごい嬉しかったなって思いました。だから1曲目が終わった後にちょっと MC があって、で2曲目歌いました。でまあ終わりかなみたいな雰囲気やったんですけど、うん、2曲も聴けたってなってあ終わりかなって思ってたんですけど、あのイントロがそのまま流れて、うん、何の前触れもなく、うん、それは分かったな、うん、大器晩成ね。最初のあーっていう声がすごい力入っためっちゃ嬉しくて、いいんですかっていう気持ちでめちゃくちゃ盛り上がりましたね。やっぱり大器晩成といえばあの場所じゃないですか、神子からの若菜ちゃんのところ、おちさび、うん、そこが生でまた聞けてめっちゃかっこよくて、なんかまあマイクを通して、まあ、歌ってるんですけど、マジでなんか地声で聞いてるようなぐらいの距離感だったんで、本当になんかしびれた、うん、マジですごかった、うん、一番良かったよそれぐらい思わんかった、うん、すっごい良かったよね、うん、めちゃくちゃ良かった、完璧な歌声だった、うん、大器晩成もこうそれぞれ3、4、3で分かれてこういつも通りわちゃわちゃしてた感じで、私がいた側にはリカ子とユッピョンとリンちゃんがいました。ずっと最初の方はこうボンバーボンバーってみんなでしてた。僕んところはカミコとペイカとレラタンだったかな、曖昧なんですけど、でもずっとこっちにファンサをしてくれてたっていうイメージがありますね。ナリンちゃんはいなかったっていうのだけ記憶はあります。よかった。真ん中かな多分、うん。そっち側にいた気がする。私側にもいなかったから。ちょうど僕の右斜め前ぐらいに、まあ、男性の方がいて、その方が、まあ、ちょっと僕と同じぐらいの高さの身長だったんで、そこは完全にもうその人にシャットダウンされてたんで見えなかった見えなかったです。途中リンちゃんがシオンヌに目線でなんか合図をしてたんですね。多分倍値が微妙に違うみたいな感じやって、目でここだよここだよっていうのを訴え出た感じやったんですね。でそれに全然気づかずに全力でシオンヌが踊ってるからそれを見てリンちゃんがめっちゃ笑っててでそこに前にいたのが多分カミコやと思うんですけど、振り返ってカミコも違うことに気づいてて笑ってるっていうちょっとしたアクシデントじゃないですけど、うん、そういうのがあったのが面白かった。私は気づかなかったな。普段のこう映像では見れないような部分がやっぱ現地だと見れるのが楽しいなと思って、それこそあの C メロのなんかレラタンとリカ子がちょっとイチャイチャしてたわちゃわちゃしてたりとかして、こう向き合ってる振りだからなんかいつもしてんのかなとか思ったり、そういうのは見れて嬉しかったです。3曲歌い終わった後に MC があったんですけど、ちょっとこのタイミングで言ってたかはちょっと忘れたんですけど、キリュウインさんがモーニングの前の春ツアーの武道館に行ったっていう話をしてたんですけど、その時にファンの方がめちゃくちゃ真面目というかちゃんとしてるよねっていう話をしてて、なんか俺たちのライブではライブとまた全然違う層の人たちもいてすごい感動したっていう話をしてたんですけど、男女の比率っていうのも話をしてて、アイドルのライブだったら、まあ、男性の方が多いんじゃないのみたいなことを言ってたんですけど、公開収録の様子を見て男女半々ぐらいですね今回はみたいなことを言ってたんですけど、ライブコーナーの時の
コールだとなんかやっぱ男性の声の方がすごい聞こえてた気がしたみたいな話をしてました。そうで、その時にアンジュルムのメンバーもこう並んでいたんですけど、その時にさっきの MC と同じく自分たち側にフェイがいて、フェイとリンちゃんからがこう女性の方の声も聞こえてたよみたいなのを口パクでこう言ってくれてて、それがすごい嬉しかったそれ見れなかったんですよね反対側こっち一番端だったからね、聞こえてたよみたいな言ってくれてて優しいなと思ってという感じでお話をしていきましたけども、こういう公開収録に行けるとかいう機会は初めてだったんで、あんな近い距離を生で見れてめっちゃ嬉しかったですね。で、僕が一番もう感動してちびりそうになるぐらい嬉しかったのは、大器晩成で最後に指を指して終わると思うんですけど、その自分の目の前がケロだったんですねすごい。そうで、ケロが僕のことを指を指して僕のことを見たまま終わっていきました本当にだってこの視界なんだもんしかも緑だもん振ってんの。そうだねちょうど、うん、だから緑を見えるように顔の目の前にそうしてやってたら、最後にこうよかったね。それまではねちょっと遠いとこにいたから見えなかったけど、めっちゃ感動した。それがそれがエグかった放心状態になっちゃう、うん、いや見てる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 見られてるって。そう見られてる。でペンライトで気づいてるよこっちもっていうちょっとアピールアピールをしちゃって二人だけの空間みたいななんかこう自分が収録見に行った番組をこうテレビで見るっていう感覚が初めてだったから、なんかまたちょっと見方も変わるというか、あこれ話してたなとか、あここカットされてるなとか、なんかそういうまた違う楽しみ方もできて、すごい不思議な感覚でした。本当に貴重な経験をさせてもらったなって思います。またねこういう機会があれば参加したいなって思いました。そう思えるぐらい楽しかったです。今アンジュルムはすごい勢いがあると思いますんでね、またちょっと興味を持った方はですね、たくさんアンジュルムを見ていってくれたら嬉しいと思います。知らないなりにいろいろお伝えしますね布教していきましょう、はい、ということで今回はボンバー E の未公開とその感想について語っていきました。実際に公開収録に行った方やテレビを見た方もよければコメントお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。